コニーアイランドの元祖ルナパークにあったメインタワーは多くのルナパークにはそれぞれのタワーが建てられている。ルナパークは世界各地で営業しているまたはすでに閉鎖された遊園地である。初めてのものは1903年に開園し現在は南極大陸を除く世界中で営業している。最初にルナパークという名前を冠したのは EN。 チャールズ・アイディ・ルーフによって設計されたコニー・アイランドのルナ・パークである。ルーフは1907年にシアトルにオープンしたルナ・パークの設計も手がけている。反アメリカ万博の出し物であった月への旅行のアミューズメントライドの宇宙船から名前を取ってルナ・パークと命名された。この初代のルナ・パークの成功によってルナ・パークと同様に エレクトリック・パーク・アンダーランド及びホワイト式という名前の遊園地もアメリカ中に建設されるブームとなった。1905年、ローラーコースターの設計で有名な EN、フレデリック・インガーソルがピッツバーグのルナ・パーク及びクリーブランドのルナ・パークに最初の2つの伝統で覆われたルナ・パークをオープンさせた。ピッツバーグでは6万7千のクリーブランドのパークは5万電球で飾られていた。 最終的に彼は世界中で44のルナパークをオープンさせ最初の遊園地チェーンとなった。しばらくしてインガーソルは彼が手掛けたルナパークを他のコピーと区別するためインガーソルエスルーナパークと改名した。多くのルナパークはすでに閉鎖されたがルナパークの名声は多くの国で受け継がれていった。ベイルートのルナパークテルアビブのルナパーク大阪の ルナパークベルリンのルナパークライプツヒのルナパークホラディスローのルナパークコニーアイランドの元祖ルナパークシアトルのルナパークメルボルンのルナパークシドニーのルナパークありがとうございます